松田学です、えー。つい先日4月28日にご案内のようにですね、えー、3つのお衆院補選が行われて、結果はですね、立憲民主党というか立憲共、立憲共産党というかの3つとも取ってしまったということで、まああの、その結果に自民党の中でも非常に衝撃を走っているという話も聞きますし、えーえーえー で、ちょっと今回はですね、対談の焦点の一つはですね、6月解散があるのかという点にもなるんですけども、まあこういったあたりについてですね、また政治改革の行方も含めて、田村茂信さん、政治のことはこの人にということで、今回緊急の対談ということで、ゴールデンウィーク対談ということをいたしたいと思いますどうぞ田村さんよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。まず今回の補選、どういうふうに総括されてるんですかまあこれはもう自民党の惨敗ね、もう戦わずして勝つじゃないけれども、 孫子の兵法じゃないけど、一番悪いね、<laughs> 戦わずして負けたということなんでね、これはね、<laughs> <ー>今まで僕は自民党でずっと長年務めていましたけどね、<ー>こんな負け方って初めてですね。やっぱりそうですか。普通ね、やっぱりどこでもね、うん、自民、あの、やっぱりね、<ー>あの自民党のなんていうかな、はい、やっぱりその、 気持ちというかね、自民党のプライドというのはね、どこにでもね、候補者を立てるというのは自民党でしょなるほど。それをね、なんか立てなかったわけでしょ二つ立てなくて、一つも立てなくて、それでまあ東京1五区もね、どうしようかみたいなことに悩んでいたわけだけど、これってね、それで結局、 その立てなかったね、理由だけね、なんかくっつあの、説明してね、それでいいんじゃないかみたいな言い方だけど、それはまずいんですよ。例えばね、長崎で言えば、なんで立てなかったのか、それはま、あの、政治資金の問題で責任取った政治家っていうのはあるけれども、あの、今度5億になりますから。そうですね、5億になりますね。だから今度出してもどうとかっていう話だけど、それはまずい話。じゃあね、他の政党はどうしてるのみんな出してるわけだから。ね。二2つの、あの、 大きな政党を出してるわけですだから、はい、そこはね、そういう説明ってまずいんで、うん、やっぱり出す、出さなきゃいけないんですよ。うん、で、出して、統制した場合に、他の、うん あの、選挙区との、あの、調整があってもですね、それはできるわけですよ。僕も長年自民党にいてですね、あの、その議員調整とか、僕は北市越ブロックを担当してましたから、僕はその事務局の責任者で、それで議員の会長は森義郎さんでしたから、森さんと調整したりしてね、やりましたよ。それで何が、だからね、結局、 あの小選挙区で出れない小選挙区で候補が出れなければ、うんはい、それは比例で優遇すればいいわけですね。そうですね。ええ、だからだからそういう意味でね、うん、やっぱりそこは一つ、それでやっぱ選挙ってね、うんうん、戦ってないと、うんはい、やっぱりあの足腰弱くなりますよ。あ,あ、そ,そうですね。オリンピックじゃありませんけど、あの。 いざ、あの、大会があるのにね、うんうん、やっぱり練習試合は出ていかないと。いうことはね、やっぱりダメですよ。それがやっぱりね、あの、一つあると思うんですよ。それでやっぱり今ね、日本がね、まあちょっと選挙から外れるけれど、日本が30年間ね、経済が伸びないとか、賃金が伸びないとかっていうのはね、えーえーえー ねえ、松田先生も思ってると思うんですが、いわゆる日本人のチャレンジ精神のなさ。うんね、うんうんうん。ね、うん。そうですね。で,うん、うん、で今回自民党がね、やったことはね、まさにね、そのものですよ。チャレンジ精神が全くないと。<laughs> チャレンジ精神がなかったか全くない。 そうかもしれませんね。で、競争回避したね。あ、そうですね。だからね、それがね、今の日本ダメだから、そういう意味じゃない、やっぱり自民党がね、一皮むけるというか、あの、新しい政党に脱皮するっていうのはね、まさにね、挑戦すると、あるいは競争するというところからやっぱり逃げちゃいけないですね。そうですね。ここがね、僕なんかね、大きかったと思うんですよ。いろんな政治に関する評論家の皆さんいろんなこと言うけど、 僕は自民党本部にあで長く勤めていてね。はい やっぱりまずいところはそれだと。挑戦しなさすぎると。あそうでしない、しないことに対してね、なんかその理由をくっつけてね、さも当然みたいな。それはね、もう絶対まずいなと。ああ、いうことですよ。だから長崎なんてね、もう完全にね、もう負けちゃってるわけでしょ。もう戦わずしてかつて。それでまあ、あとは中国ですよね。だから中国なんかは、 実はやっぱり小池さんに期待してたわけですよ。中には僕はまあいろんなところで物を書いたりしたんですけど、うんええ、結局岸田さんの人気が落ちてますから、はい、であの自民党の,、うん、あの勢力を挽回するために、小池さんが補正にこう出てね、うん、で自民党に入って、うん、で総,裁総理総裁を狙うというのが非常にいいんじゃないかという話がね。うんうん 本当にね、数ヶ月前にはまことしやかに言われてたんですところが、あの例のあの、カイロ大学のね、うん、あの、卒業疑惑の問題でバーッと出たでしょう、はいはい。学歴殺傷とかね、ねそれがまあ相当まあ影響して、はいうん、で、今回まあ出れなくて、出なくて、それで乙武さんを出したと、うん、まあいうことで、うん、で、最初はだから自民党も公明党も、 あの、乗ろうという感じでいたんですが、うん、それがうまく乗れなかったと同時に、うん、おと、おとたけさんの方では自民党の推薦いらないなんて言ったから。ら、ね、いらなきゃ、それはやらないよというのが <laughs>、まあ、当たり前ですから。うん、でそれで、結果的にはね、もう自民党はもう全然ダメだったし、うん、それでおとたけさんはね、5, 5番目でしょ はい。そうしたね。びっくりしようね。そう、ありえないことなんだけど、それはやっぱり自民党の票とか公明党の票がそんなにいかなかったと。それとやっぱり小池マジックね。はい。ええ、それがやっぱりね、なくなったと。目黒区長選で。そうです。目黒区長選でも推薦した候補者が、ま、連敗してますから。だからもうこれ非常にもうね、力に限りが見えたと。いうのがはっきりした。 一つはあの小池さんの力に限りが見えたという,見えたいうことが一つたとうそうそうそういうことですか、ね、だからそれであとさっと見ると、うん、じゃあ自民党は全部負けたけど立憲がみんな勝ったと、うん、まあいうことなんですが、うんはい、それはまあ長崎はまあ別にしてですねあとはですね何で勝ったかというと、うんうん、実はそれぞれの選挙区に、うん。はい いつも公明党が立ててたんです。あ、公明党じゃない。共産党が立ててたんですところが、今回共産党が。立たなくて。みんな立憲共産党になかった。そう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 。その結果ね、えー、やっぱり勝てたと。いうことですよ。<ー>それとやっぱり投票率がうんと低かったでしょ。低かったですね。そうすると、組織を持ってるところは強いと。えー、いうことでですね。えー、だから東京の選挙区なんていうのは、酒井さんが4万9千ぐらい取ってね。はいはい、で、その後はだから、 3万票に届かないわけです,です、ね、なんでその差が開いたのかって言ったら、うん、それはやっぱり立憲の組合の票と、うん、それから共産党の票ですよ、うん、それがやっぱり合わさったと、うん、いうのがです、ね、やっぱ大きかったですよ、東京15区の場合は。そういうことなんでしょうね。ねで、投票率が低かったんであの、自民党支持者もあんまり投票いかなかった、ね、やっぱりいかないですよね、行かいか,ね行かないで。であととは自民党の票を分析するとでするでね、うんうん あの、須藤元気さんとかね。はいはいはい。あと維新の候補とかね。もうずっとば分散しちゃった。分散したんですよね。ええ。だから乙武さんにそれほどいかなかったとは。そうですね。それはいらないって言われるんだから。うんうん、そうそう自民党の票はいらない。水村はいらないって言うんだから。水村はいらないと、あの、票もいらないよって話になっちゃうから。あれはやっぱり発言としてはまずかったですね。うん、そうですね。ええ。 あ,のあ,れですね、あと公明党もあれですよね、あんまり、えー、た竹さん、最初からも乗り切じゃなかったかです、ね、いや、それはわれの女性問題があったから、音き、えーね、さんの、やっぱりそれに対する反発がありますから、えーうん、それがやっぱりずっと後を引いてたということですね、だ基本的にはやっぱり、えー、あの小池さんのパワーがね、あと、あのー、今回初めてやった、あの日本保守党、井山あかさん、えーえー、あれはどういうふうになってますかね。 まああのー、それあれだけまあ,あの月刊誌だとかインターネットだとか、ええ、非常に有名な、あのーええ、作家の百田さんだとか,とか、うん、バンバンやってたわけですから、はい、まあそれなりに言ったけどもっと彼ら行くと思ってたんじゃないですか、うん、例えばインターネットで、うんうん、例えばニコニコ動画の討論会なんかあったりするでしょ、はいはい、そうするとそれのアクセス数が、はい あのー、やっぱりね日本保守党の候補者が圧倒的に多いんですよ。うん、でそれだけこうインターネットのね、うん、あの数字だけ見てると、うん、もういくんじゃないかと思うわけですけど実際は違うんですよね。そ,よねそこらがやっぱりね、あのーうん、あったと思うんですよだから、うん、まあいわゆる自民党の保守の,あの特にあの強烈なっていうか右寄りの方はですねみんなやっぱりそっちの方に。 流れるという形になったんですけどまあやっぱり当選するまでにはいかなかったというところなんじゃないでしょうかね。でそしてその後自民党の党内ですがねもうなんかもう解散・総選挙なんて無理だとその前にね島根ね島根はねもともとねやっぱり細田さん とまあ安倍派裏金っていうのがありましたけどそれ以上にねやっぱり立憲の亀井さんっていう候補者がね元自民党の国会議員でとてもいい人でしたから僕もね接触してましたけどとても真摯でねとても素敵なね国会議員のお父さんでしたからそのイメージがねやっぱり。 あの、強いんですよ。なるほど。立憲というよりもね。うん。それで対抗馬はやっぱりその、うん、あのー、あれでしょ。うん、財務省でしょ、うんえー、今ちょっとね、はい、あの、イメージがあんまり良くないわけですよね、うんうんで。そこらがやっぱりあって、やっぱり自民党を支持した人たちが、うんうん 3割近く、うん、あの、亀さんのところに行ったんですよ。それで大差ができたと。それと共産党の票でしょはい、はい、そういうことなんですよ。あなるほど。えー、それでやっぱりね、うん、あの、結果的にはそういうこと。<ー>それはね、はい、あの、 あの、前にね、こんな状況もありましたよ。地方選挙の前橋の市長選挙。ああ、りました。はい、で、これがね、保守系自民党推薦が破れたわけでしょ。ええー。これも似たことなんですよ。結局、うん、あの、自民党の中で、うん、それぞれ昔から中曽根派とか福田派とかね、小渕派とかであったでしょ。ありますそれの争いがあって。はい,はい、はい。で、そうでない。そ,その争いが、こう、 相手にったとというこなんですよだからそれと似た形でですね今度の島根はですねやっぱり自民党の派閥の分裂的なそんな意味合いがあって何か報道によりますとねふだこは秘書軍団がドーッとやるのに今回はその動きはよくなかったとかまあまあでもそれはあのまあ 基本的にはそれは、うん、あの、全部の影響力ってそんなにないですよ。すやっぱり基本的にずっと今までやってきたところに選挙でこう、うん、行ってやったということですから。だからね、大体の選挙ってのは、あの、選挙が始まる日には、うんうん 大体の状況決まってますよ。決まってますからね。ええ。だから今回だって、選挙始まったらもう世論調査やって、だ大体自民党は全部負けるだろうと決まってましたから、僕は別のあの、他の YouTube の番組に呼ばれて予測したんですが、全部負けるだろうって予測しましたよ。結局その通りになったし、それはだから自民党の人たちも知ってんですよ。なるほど。知ってんですよ。だから 知ってますから、それはマスコミではね、大惨敗とかね、すごい負け方だとか、これで自民党はもう終わりだとかっていう、そういう大々的な報道をしますけど、まあ、それは折り込み済みと、まあいうところがね。だったら別にあれですね、あの、危機が危機だと言っていながら、もう予想されてた事態だと、意外と冷静に受け止めてるって感じなんですか、自民党のおかげの皆さん。そうですよ。いや、あの、実際はそうですよ。それと、 じゃあそれで、表に出てないけどまあまあメディアには出てますけど結局、これから解散す総選挙はどうなんだという話になると思うんですがそれの準備やっちゃってるわけですよ。やっちゃってるやっっちゃてるわけですよ。だって、それはまずなんでその安倍派を中心にして裏金の処理問題を急いだのかとでそれがまあ一つでしょそれからまあ支持率がなかなか上がらなかったけど。 あの岸田さんはアメリカに行って、国民対位受けたり、いろいろなことをやって、若干支持率がね、若干上がりましたよねあの上がったと、うん、いうこととですね、それからの自民党の政治活動用ポスター、政治活動用ポスター、ポスター、はい、これね、4月8日に広報本部が各議員会館に1枚ね、はい、それで各全国のねあの衆、衆参の衆議院比例支部に100枚送ってるわけですよ。うん、でこれはねね先生知ってるように、ね 政党の政治活動用ポスターですから、はい、事前にこう貼っておけば、うんうん、貼っておけば、うんうん、選挙期間中もそのままいけちゃうわけですね。うん、ということはどういうことかってうと、そのポスターの寿命ってあるでしょ ?1 年も貼れないでしょ ?4 月ぐらいから貼ると、うんうん、例えば6月に解散して、うんうん それが一つ。うん、それからもう一つがですね、はい、いわゆるその政治資金ですよ。はい、政治資金の支給をね、6月にあの前倒しして500万円支給するなんてのは、まああのメディアでも出ましたけれど、ね、うんね、これはだから年4回支給するわけですけど、はい 7月にこう支給するのをですね6月に前倒ししてやると、うん、まあいうようなことですねで交付金っていうのは200万円に加えて、はい、夏の,あの活動費ね、はい、小売代っていうのは、うん、通常200万円なんですが、うん、で300万円に増額して、うん、で合わせて500万円配ると、うん、いうことでね、うん、でそれも6月の,あの国会の会期末に合わせたところで配るということになってますから。 これはか一部によると今この政治とあの政治金パーティーが開けなくなっちゃっあそういうことを言ってますそれを補填してるだけだと言ってる人もいますけどいやんですなんで余分にそれはだからそういう意味で言うとポスターでしょそれともう一つねこれがあるんですよはいこれをねこれをもう作ってるんですこれ読むとね どうですいいことばっかりでしょ ああ、これ、自民党がやる手ですね。そうそうそう。これが、経済が良くなったらと。これがあると、これがあると、選挙の時なんかの演説にね、とてもうまく使えるわけですよ。ああ、使いやすいですね、これね。そうそうそう。確かにそうですね。で、もうね、そういうことをね、もうこれホームページに見れますけど、これでね、皆さんね、説明できるわけですよ。なるほど。今まで低迷した経済がいかにね、良くなったかと。で、これからも減税するからと。低下減税ね。そうそうそう。だから自民党が、今の 政権だったからこういう子まで来たんだという話でね、まあある意味では僕に言わせればその、えー、もう三点セット揃ってるわけですよ。ああ、もう選挙に向けた三点セットができちゃってる。<laughs> できちゃってるからあとはだから、えー、岸田総理がやるかやらないかですよ。うん <laughs> もうそこまで準備できちゃった。そこまでできちゃったんですね。えー、ただあれですよね。このこの今の支持率でやるんだろうかという声もありますけれども。うんうん シリーズもうちょっと上がるる何かか見込みあるんですかいやそれからこれからあの連休に外遊したりいろいろしますしねそれでやっぱりあの主要国とかいろんな会議で出たりしますけどそれはだからある程度その総理大臣もキャリアを積まないとだめですからそれでも三3年近くやってますから。 で、非常に、だから、そういう意味じゃ、重みが出てるわけですよ。で、最近もね、あの、戦後、総理の8番目になって、なんと、僕の一番たあの、仲良かった橋本龍太郎を抜いちゃったと。ああ、はい、はい。いう話なんですよ、ね、こ在任期間をね。はい、はい、はい。いう話なんかあるし、それとね、あと、あの、例えば、あの、政党の支持率ね、一番新しいのが4月の NHK なんですが、 どんな数字かっていうと、はい、自民党が28.4%です。うん、で、立憲は6.5ですよ。うん、だからね、自民党の4分の1なんですよ。すね、これが現実なんですよ。うんね、維新が4.7、公明が4、共産が2.4と、うんね、それで、参政党さんが0.3と、<laughs> ね、まあいうようなことでね。うん これはね、意外と立憲が伸びてないんですよあ、ね。立憲が伸びてないし、共産党だってそんなに伸びてないわけですよ。で無党派層という無党派が41.3です。結構多い,いですね。だからそこは結局ね、えー、自民党の強さってのは、もともとの自民党よりも、そういう無党派の人が、うん、自民党に入れてくれたから自民党の強さっていうのは常にあったわけですよ。今回 あのそういう人が選挙に行かなかったから、いうところはあるわけですから。今回やっぱり行かなかったんですね。行かなかったです。あのまさにあれですよ。そうですね。あの投票率悪かったからね。投票率低かったから。投票率低かったからそこらあるわけでしょう。だからその具体的にこう数字を見ると、そうそんなに悪くないねと、今ならということなんです。それで考え方がいろいろありますけれども、今やったらもう。 あの政権交代じゃないかって、週刊誌なんか書いてるから言ってるけど、じゃあ伸ばせばね、いいのかっていうと、僕は逆だと思うんですよ。というのは、東京、中国見てもわかるように、あれだけ野党がバラバラに出たでしょ ね。で、それがうまくまとまるかどうかね。うん、それで、あと部分的なあの補選だったから、うん、あの、立憲と共産党くっついたけど、うん、全国の選挙になると、共産党がそういうことを全部やるかどうかということがあるし、うん、本気でやりだしたら、今度はね、松田先生が最初に言ったように、立憲共産党っていう批判が出るでしょ。それで世論調査で、どの政党が一番嫌いですかというね、 あの、聞き方をする世論調査ってのも勝手あったんですが、はい、ナンバーワンはね、常に共産党ですから、ねはいはい、だから、だから共産党と組むってことになると、うん あの無党派とか、うん、そうそうでない人、あの引くんですよ。うんうん、確かに。うん、今度はね、今度の選挙っていうのはね、県共産党批判ってあんまりなかったから。むしろ政治とお金だけだったから。だから、そこらがね、あの一つありますから。今回あれですね、自民党に対する政治と金の不信というね。そっちが多かったですからね。ね、えー、だから、そういう意味では、全国になると、今度は、あの野党がどういう形で、うん。 一人を選ぶ選挙ですからそです、ねで、その中で野党がどういう協力するかということで、うん、それはですね、やっぱり時間がかかると思うんですよ。すね、それともう一つはね、うん、あの今まであの想定されなかった自民党の問題でいうと、はいまあ、安倍さんの頃は自民党、ねあの、いわゆる保守のね、あの 強いのからゆる弱いのからっていうか全体がなんとなく自民党が来てたんですがところがね地殻変動を起こしてるわけですよそれはなぜかって維新ができたでしょでそれプラスやっぱり賛成党ですよね賛成党も保守ですからそれでもう一つ日本保守党ができたでしょそれができたわけだからそれはね時間が置けば置くほどね賛成党だって候補者を あの、うん、擁立したり、組織を固めたり、うん、いろんなことはこう、時間があった方ができるでしょ。うん、今すぐやられたらね、うんあの、そういう時間の面だとか、いろんな問題で間に合わないってのはあるでしょ。うんええ、そういう意味で、だから、僕はあの自民党が早く解散・総選挙をやった方が、うん、いろんな意味で僕は有利じゃないかと、うん、いうのは僕の考え方なんですよ。うん、あなるほどね、ええ、それは 対野党に対しても、あるいは保守層に対しても、新しい、今まではなかったんだけど、新しい動きがもう出てきてますから、保守の分裂というか、保守から離反するっていうか、新しい保守みたいなのができてますから、で、それがきちっと固まるのを待ってから選挙をやった方がいいのか、あるいは早い方がいいのか、そこらが、あの、見定めですね。なるほど。そうすると、ま、あの、あれですね。 さバさりながら、今回の結果を見て、結構議員なんかのコメントもですね、厳しいものがあったりとか。ありますよね。それ全部負けてますけど。そうですね。よかったなっていう人はおかしいですね。そうですね。この状態で、解散なんて絶対にさせない。もうね、ハガイジ総理をハガ締めにしてもさせないっていう声もチラッと出てるって話も聞いたんですが、その辺はそんいや、それはそうですよ。国会議員は、ひょっとしたら俺落ちるんじゃないかと。そうですね。ね。いうことだから、少しでも長くバッチをつけていたいという。 国会議員に審理がうんと働くわけですよ。で、それとね、あの、総理の岸田さんの考え方はまた違うわけで、で、このままずるずる9月に総裁選挙あるでしょそこまで行ったら、支持率上がらなかったら、もう立候補できないですよ。これで終わりになりますから、それでいいと思えばね、例えば、あの、菅さんみたいに辞めるという決断をして辞めるならいいんですが、そういう決断をしないで、いや、もっと俺はね、 国賓待遇を受けたし、これから日本が飛躍するためにはね、うん、また新しい日本の総理があを作ってね、うん、あのじめましてと、うん、いうことじゃ日本の攻撃守れないだろうと、うん、まあいうふうに考えた場合にはね、うん、やっぱりそれは9月の前に解散・総選挙をやると。それは自分のためでもあるし、それから党のためでもあると。それからあの裏金問題で国会議員処分しましたけど、 普通ならね、普通の企業でも団体でも、やっぱり部下が何か不祥事を起こせば、最高責任者がやっぱり処分されますよね。また処分自分でもね、それを考えるわけだけど、岸田さんの場合は、それについては、ね、国民の判断を受けたいと、国民に聞きたいとかって言ってますけど、それは解散総選挙で白黒つけようね、ということだと思うんですよ。そうですね。あの、 ひょっとして岸田さんがいろんな署名のことを考えて辞任するっていう道ってありますよ、それは。ありますよ、それは。これだけ支持率は悪いし具合が悪いから俺辞めるということもありますけどただ、その状況が去年なんかと比べて状況変わりましたよね。 岸田さ支持率悪いからやめてもらって茂木さんにしようとかねそういう動きもあったわけだけどうん、うん、その後もだからもう派閥全部解消されちゃったからそれとやっぱりねあの問題は世論調査における総裁に総裁総理の,、はい、その支持率ね。はいうん、誰があの ああなた支持ししますかアンケートるでょそうするとねやっぱりね一番上に来るのは石破さんとかね小泉進次郎さんなんですよで最近ちょっと上川さんが出たりするんですけどそれに比べて岸田さんの支持率悪いわけですよもっと悪いのが茂木さんですからだからその支持率がうんと悪い人をあえて総理総裁にして その後選挙があるわけでですすから考えにくいですねうん、うん、だからどうしても議員心理として働くのはやっぱり国民世論からの支持率が高い人を総裁総理にしてそれで選挙を戦うという話なんですよだから9月まで何もなくてここに行った場合にはだから一番有力なのはあの支持率の高い石破さんなんじゃないかという話になるわけですね。 なるほどね。ね <laughs> うん、だ、僕はあの、シリーズが上がりそうな人が他にいるわけでもない。そ,そうです、そうです。という感じなんですね。ねで、あの、もちろんね、選挙のことわかりませんけど、まあ、あの、えー。そういう計算があるにしろですね。うん、そんなに自民党が勝てるわけではないですよね。いや勝てなくても、ね、あの、まあ、それなりにね。うん、あの、与党で維持できれば、もし、うん、それは負かってもよりますけど。うん その場合は、やっぱ連立政権の組み替えで、うんうん、あの、自民党と公明党プラス、うん、あまあ、維新が入るのか、あるいは国民民主が入るのかって、うん、そういうのはありますよね。うん、僕らは、かつての時には、自社社政権ってのがあ,あ,ありました。自民党と社会党と新党先駆けってのがありましたけど、うんね、あれね、意外とね、うん、あの、政党が3つだとね、割合いいんですよ。うん、僕はなぜかというと、カ、うん、メラの三脚の論議。 議論するんです。カメラに三つ足があるでしょ倒れないんですよ。確かにね。ところは二つだとね、倒れるんですよ。だからね、そういう意味で言うとね。結構、その、なんで社会党と自民党が組んで。それ、きちと先駆けましたから。で、それでね、きちんとしたね、民主的なね、協議しましたから。で、僕は事務局の責任者やってますが。はい。それはね、やっぱり、うまく機能しますよ。三つだと。そうでしたね。そう、だから、そういう意味で言うと。 今の自民党と公明党よりももう一つ加わってくれた方が僕は安定する僕の理論はカメラの三脚の理論イコール政権安定連立政権とっていうのが僕の持論なんですなるほどそうすると国民民主あたりいや何でもいいですけどそういうのが入ってくるとね非常に安定するわけだから別に議席が減ってもそれで3つでやれればね 安定するんですまあそこまで視野に入ってるかもしれないですね、ししあとやっぱり問題なのはね、あれでしょう、僕なんかもずっと思ってるんですけど、やっぱり日本がきちっとね、うん、自主独立日本というこ、ん、と、ね、にな,ならないと、そのためにはね、やっぱりあのあの立党の政治に戻ってね、はい、あの憲法改正ですよ、あその通りですね憲法改正をね、はい、あの やっぱりあのするっていうことでね、これはまた、あのあのだから立党30年の時にね、はい、やっぱりそれはあの独立体制の整備ということで、だから自主憲法制定を目指すんだと、はい、まあいうことですから、うん、でそれはなぜかといたらやっぱりその国力、国情にふさわしい自衛軍ね。うんうんうん はい、自衛軍備、軍隊を作るってことはい。で、それは中流外国軍隊の撤退に備えるってことはい,はいはいはい。いつまで経ってもね、うん、米軍がね、たくさん、あの、独立国日本にね、中流してるっていうのはね、うん、ちょっとやっぱりそれはおかしいなと。うん、もっと自分で頑張らないかんなと。うん、しなきゃいけないんですよ。だって防衛費が今度ね、GDP2% になるんだから、その使い方だってね、アメリカのトマホークをたくさん買うってうんじゃなくて、うん、自分の、 自衛隊をね、軍隊を整備するということにしないと。うん、で、それはじゃあどうするかって、その前にやっぱり憲法改正なんですよ。うん、憲法改正をして、自衛隊を軍隊にするんです。で、僕は憲法改正の、あの、事務局ずっとやってましたから、はい、小泉政権の時もね、やってましたから、はい、その時は、あの、新憲法草案ってのを作りましたけど、うん、その時はやっぱり、 自衛隊隊を軍にするとそれから自民党が野党になって谷垣さんが総裁になった時ももう一度リニューアルしようという時は国防軍にしたんですところが安倍政権になって今度自衛隊の名機ってなったでしょでそれで解釈は変えないって言うんだからそれはもうダメですよもうねそれは変えないとダメですだから安倍さんを超えなきゃいけないです今ね何でも安倍さんが言ってること全ていいみたいだけどやっぱりね あの、安倍さんが言ってることでも、やっぱりまずいことはあるんだから、それを超えて、もう一度元に戻してね、自衛隊はやっぱり軍隊にするんだと、いうね、憲法改正にしないとね、全く意味がないですよ。で、いつまであってもね、そうするとアメリカのね、 あの言いなりにならざるを得ないですよ。安全保障の面で。なんかますますね、岸田さんだとアメリカの言いなりにどんどんどんしてるよ。うな感じがします、ね、だからそのためにも。だから、<laughs> まあ、あのーえー、憲法改正しない。これがね、えー、自民党の立党の精神なんです,よそうですね。ねそれを原点なんですからね。そうですね。えー、で、そうやって今のような流れの、まあ、あの自民党が今のようなシネリオでいくとしても。うん、やはり、その前提となるのは、今一番の、もっぱらの課題は政治改革の。はい。 もうこの問題が出ましたて、そしてやっぱり今、通常国会の中で、政治資金、なるほど、なるほどて言えるね、出さないとそうですね。で、その時に、今、論点になってるのは、まず連座ですよねこれは、田村さん、どなにこれはね、例えば維新なんかはね、当然、それは会計責任者は政治家がなって、責任を取るべきだっていう話もあるんですが。 ただね今の世界情勢見ますとね日本にはスパイ防止法もないわけで、うん、いろんなあの外国勢力がね、うん、日本に来て工作しやすいんですよね、うん、そうすると、うんるうん、例えばね一緒さんなんかでもあるいはあの国会のね審議会ようななんかペーパーがどうとかって話もあったでしょありましたえそんなのがあるからだからその 意図的にこの政治家を、ねうん、連座制で引っ掛けてやろうかという企みを持って、ねうん、あのいろいろやった場合にはです、ね、それができるわけですからそこらを,がをどう考えるか、ね、またそういうのはできないようにどうするか、うん、その辺をきっちり議論して、うん、それで決めないとここはちょっと心配なところですね。 おっしゃる通りですね。ええ、他の国でも連座制やってるんじゃないかっていうけど、そういう国にはちゃんと諜報機関ありますからね。そうですね。ええ、それでスパイ防止法だってきっちりしてますから。そ,そうですね。はい、せめてスパイ防止法をや,やるんだということとセットでないと、厳しいところがありますよね。そうです。それがないとね、ええ、あの、ノーズローだから。そうですね。ええ、まあ、なんかね、そういう根本的問題があるってことは、 もう国国民にもねよく考えている、ね、そうです。特に、ねえー、日本の場合はやっぱりそういう、えー、インテリジェンスの問題って甘いですからね。えー、そうなんですよね。今だってあれでしょインターネットで。えーえー みんな困ってんのは、有名人が投資しろとかってって、あれですごい被害出てるでしょここでね、私についてもね、言わせてもって、私の名前を使ってね、あ、そうあるんですよ。有名人だから。いや、全然有名じゃないのに、いや、そう。ちょっと気をつけてください。いや、ほんである方が私に連絡取ってきて、すんでのところで NHK でこういうことをやってるって言って、そこで、あれと思って、やっぱりおかしかったちょっとやめたって言うんですね。もしね、あれを見てやってる方がいたとしたらね、 もう、あの、くれでもお気をつけいただければと思います。いや、怖いっすよ、SNS で僕なんかも、ある人とこう、友達になったけど、結局それが嘘だったりとかね。で、それはうちの娘がそれね、よく知ってたから注意してくれてね、パパそんなのダメよって言ったからいいけど、僕らすぐすぐ人信用するから。だからね、結構ね、インターネット、SNS ね、Facebook の世界だってそうだから。そうなんですよね。だから本当に国会議員ね、国の政策、 影響を与える、ね、国の名誉を、ねうん、握っているその政治家に対してね、うん、そういうことが、ねうん、できないような仕組みをちゃんと作っていかないと、ね、本当に今の時代ね、うん、危ないですよ国内だけじゃなくて、はい、やっぱり外国からいろんなことが起きますからね,ねそれからもう一つ議論になってるのは企業団体の献金の禁止って言ってますけれども、はいうん、これはどういうふうに言うの まあこれはね、うん、まあ考え方ですよねだから維新なんかはね、うん、やらないって言ってるんですけど、ねはい、だからそこをどう,、うん、どう考えたらいいのかなと、うん、特に日本の政治風土っていうか企業風土みたいなのがありますからね、はい、だからそこはねや,やややこしい僕なんかも自民党にずっといましたからそこはなかなか割り切りがね、うんえー、しにくいというか。うんうん 難しいとこですよね企業にだって政治活動政治に参加する自由はあるはずだという議論もあります、えー、ありますしね,ねまあだからただその,、うん、あの企業のね利益をね、うん、誘導したりとか勉強を図ったりってう、うん、そういうのはあるんだろうけど、うん、まあでもねそこらはねどういうふうに考えるかですよねあの私のように野党経験した人間から言うと 例えばですね、こういう理念を実現してくれることに賛同してくれる。だから献金したいって企業が実際あったんですね。うん、でも、あの、一応禁止されてるからって言って、うん、まあ、しょうがないんで、個人の寄付に、社長さん個人の寄付をしてくださいってやらざるを得なかった場合もあるんですけども、うんうんうん でも、あの、企業として理念を応援するっていうのがあったっておかしくないおかしいし、だから、ものによっちゃったら、だから、実際、だから、会社がね、寄付してんだけど、個人名義に全部変えちゃうとかね。うん。それだっ出てきたわけですまあ、まあ、実際にできちゃうんですよね。そうそうそう、できちゃうんですね。個人にも制約ありますからね。だから、そのね、名前借りてね。うん。余分に金。 社員に払ってそこから寄付しておけよとか同じことですからできちゃいますねだからそこらだからどうするのあんまりその辺ぎちぎち少し自由にねその辺あってもいいのか何でもかんでも全部規制するっていうのはどうかなって感じはしますけどね僕なんかはねそれから政党政策調査費とかですねああいうものは公開しと公開すべきだってあれは実際まあいろいろと 書かれたこともありがとうごいますかどうどうですかあれはだから便利ですよね。だから<ー>その人にあげるやつで終わりですからね。だからそこですよね。えー、北北総理の答弁ではですね。 ど,どういう人と例えば会ったかとか、うん、それを海外外国のスパイに分かっちゃうとまずいんじゃないかっていう答弁されてますけどねだからそれはだから究極にそのギリギリいくと、えーうん、いわゆるその機密士ってのあるでしょ、えー、官邸とか総理とか、えー、あとまあ他の分野でもあると思ことですけど、えーえー、そことの関係なんかも出てきますからね、うんうん、だからある程度はところはやっぱりその。 信用するというか、うん、なんかそういう、その辺の、うん、結局それもだから、政治に対する信頼がな,、うん、ないからなんですよ。<な>えー、信頼がないでしょうね。だからそこの問題ですよ。うん、いかに信頼回復するかというところの方が非常に大事なわけですから。うんかまあ、メディアがどん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 信頼を落としていきますから。 問題があるとそこだけ大きく報道しますからここぞとばかり報道しますんで今度の安倍派の裏金だって記帳すればいいのを記帳してなかったとすごい問題だすごい問題だこれは記載しなかったということを裏金だってすごいいげづない金だって報道しますからそれが大きな問題になっちゃったわけだからもう本当に政治不信になっちゃいましたからねいやだからそこが大きいですよ。うん まあ、あ,のあれですよね、もう、まあ、国民をバカにするなって感じで、われわれだって、税金を納めてるんだろうって、<laughs> もうそれですごい、もうねうねりになっちゃいましたよ、ねうん、だからやっぱり大事なのは、うん、政治家が襟を正してね、うん、きちっと政治を行うと、うん、国家、国民のためにね。いやだからそういった意味でね、ね私、こんなこと言うのもあれかもしれませんけど、この際、岸田さんが、ね、襟を正して、責任を取ってやめますって言うと、うん。 国民もなるほどと思っちゃうと思うんですけどね。<laughs> いや、普通はだから、あの、えー、あれですよ。えー、この問題ってのはねい、いろんな人は処分されたりね、えー、議会さんだってね、えー、次選挙出ないとかね、えー、まあ言ったりね、えー、まあいろいろある,あるわけだけど、えーえーそ、それで結局責任取ってないんじゃないかと。えーえー 他の人なんかもね自民党が出てけとか役職停止だとかってたくさん処分してそれの親玉は誰なんだという話なんだよねでそしたらだからそれは党員国民の声を聞くとかそれに判断してもらうってんだからだからそういう意味ではまあ解散・総選挙でねどうなるかっていうことですよなるほどそうするとあれですねいやもうこれで。 秋,秋以降になったかと思ってた方も多いかもしれませんが、必ずしもそうではな <laughs> い。や、僕なんかほら、自民党の事務方にいてね、ええ、今回ほどきちっとね、うん、解散総選挙を想定して、うん、自分的にきちっとね、あの準備万端やった、うん、やっているってことは今よりなかったんですけどね。あ、そうですか。でいきなり解散になるから、それからバタバタやったりしますけど、ええ、だってこんなチラシでしょ、まあ、よくて、丁寧にできてるでしょそうですね。ええ、それとあれでしょ 政党用活動ビラーとかね、はいはい、総理の写真入りのやつとか、あとお金までね、丁寧にね、その時期に合わせて、お金たくさん配りますよっうわけだ、うんうんうん、本気なんですね。でもそのそのお金何すんのよっていう話をもらった方が。うん、それは選挙準備でしょう、うんうん。なるほど。<laughs> そこはやっぱりありますから、うん、だからそういう意味では、あの、 解散するるとということならできるし、うん、それから6月末には必ず内閣不信任案が出ますから。出ますねだからそういう意味ではちゃんとあ今度ね立憲民主党なんかもねい本んじゃってますからね内閣不信任案出すと言ってますから今だったら自分たちは勝,勝つだろうって言ってますから言ってますけども、ええ、でもさっきの話ですとやっぱり小選挙区で。 あと、共産党の関係とか、あと実際の支持率ね、政党支持率が思ったほど、立憲は上がってませんから、今回の3つっていうのは、もう自民党が最初から敗北決まってて、もう、競争にも参加しないんだから、そりゃ歩いても勝てる選挙ですよ。走らなくても いうことですね、えー、今回のこれが総選挙をそのまま占うものでも悲しいいやないですよ僕はそう思いますなるほど、えー、まあということなんでそういうこんな感じでよろしいですかねはい、はい、どうも今回もありがとうございました、はい、え,え、まあこれからもどうぞありがとうございました <laughs>